のもありです。そう、裏切らないか、私のことを魚は裏切らないかをこれで試してあげてもいい。めちゃめちゃ上から目線いえいえ、もう私たちは命をいただいてますから、もうそんなそんなね、こんなもういくらが来たら私一粒ずついただきたいと思いますよ。本当に一個一個、もうこの一個に100人の神様がって思いながらで食べたいと思います。そんなことしないんですけど、まあ果物もいいし洋菓子系もいいんだけど、お肉もね結構いいんだけどさ、ちょっと丸つけときます。丸つけてちょっと候補、これはね10月のイベントでショールームでのイベントでゲットしました。山形の日本酒を代表する柔らかで淡麗なお酒、山形の極み、ことぶき、なんて読むんですかねこれ、ことぶきとらや、ことぶきとらや酒造、ことん、シュトラヤ酒造、純米大吟醸、純米大吟醸、これはお米、山形のお米、日本、山形の日本酒の特徴である総じて柔らかく綺麗なお酒が実感できますだって。そしてその下がフレッシュな香り、蔵自慢の生原酒、甲賀忍酒純米吟醸、無圧中積み、難しい、あでもこれも お米だね、あでも全部山形のお酒多い、虎屋の台から、あでもこれはちょっと辛口なんだ、普通やや辛口と大辛口と、あと梅酒いいですね、飲んでみたい。ことぶきとらやで合ってる、あそうなんだ、
年齢確認をさせてください。はあ、20歳過ぎちゃってるんだよな。20歳過ぎちゃってるんだよな。見えなかったかな。大人に見えなかったかな。18歳とかに見えちゃったかな。あとはワインですね。高校生に見えちゃったかな。25歳です。次ちょっとね、ワインはねいいですね。ちょっと日本酒がいいな、お酒を選ぶとしたら。で、私は山形、あのね、山形、仙台に旅行に行った時山形のお酒を飲んだことがあるので、ちょっと山形外そうかなって考えたら、あ、でもこっちかこっちが美味しそうなんだよね。こっちかこっち。でも山形を外すってなったら、こことここしかになくなるんだ、なくなるんだよね。どうしようかな。普通でも和洋中どんな料理にも合うオールマイティって書いてあるから、やっぱオールマイティ選ぼう。これにしよう。お酒を選ぶならこれにします。お酒にするなら。で、ちょっとフグに興味があるので、こちらもちょっと候補です。イクラにも興味があるんだよね。イクラ丼をやってみたくって、イクラ丼を配信で食べるっていうのもありかなと思います。イクラ丼じゃない、イクラを頼めたらいいかなと思いました。くらいですかね、ぐらいかな。私は一応3つ候補決めたので、あとは何を頼むかはちょっとお楽しみに。今から頼んだら全然お正月に間に合うから、何を頼むかは、この3つの中から何を頼むか楽しみにしていてください。食べるの私なんだけど飲むのも私なんだけど配信で見せれたら見せたいと思います。お酒はどうなのかなって感じだから、そうですね、ご飯系できたらこの配信でやりたいと思います。その時お酒はちょっと微妙なので、まあ、あの写真でちょっと認証ショットをメールの方で送れたら送りたいと思います。
ありがとうございます。本当にこのショールームをやってそれでクリアしたからこそいただけるものなので本当にありがとうございます。いつも皆さんからこういうプレゼントをいただいてて、私ばかり本当にありがとうございます。皆さんにも、皆さんと一緒に食べたいところなんですけれども、この気持ちだけあげたいと思います。えい、あとね、なんかね、昨日のラジオにいた時に誕生日プレゼントもらった、ちょっと早いけどって、おめでとうって、石鹸もらいました。洗顔石鹸かな、お肌に、お肌となじました、あと洗い流して、あ、うん、違うかな、化粧石鹸ってことはそうだよね、顔に使っていいってことだよね。目に入った時は直ちに洗い流してください。あ、やっぱ顔に使っていいんだ。いただきました。うん、いい匂い。使いたいと思います。使わせていただきます。ありがとうございます。香りは何の香りかな、これ。シトロン、嬉しい、いい香り、で、あとね、お話し会の時にひなさんから写真集をいただきました。おー、しかもサイン入りです。嬉しい、かわいい、メッセージ付き、これ中見せたらダメだよね。かわいい。バンされるんですか？あ、そうなんだ。
かり見てる。選べない選べない、これは選べません。確かに選べない。いいです。なんかマジめっちゃマジマジ見てしまうメッセージは、あいこじへ、いつもありがとう。あいこじのお姉さんボイスが大好きなそうなんです、ハートって書いてます。悪意ない、悪意、悪意ないです、悪意ないです、全然ないです。かわいい。え、なんかユミニーさんと千穂さんとあとフーさんと今回ひなさんの写真集でなんか全然違うなと思って、なんかちょっとへーへーっていうなんかそういう感情が大きいです。なんかなんて言うんだろう、なんか人によって全然こんな違うんだと思って、でもこれさ、ちょっと見せられないからさ、この表紙とこの裏表紙しか見せられないからあれなんですけど、なんか全然違うくなるんやと思って、雰囲気が変わるものなんだなって思います。そう、キャラクターがね出るんだねと思って、なんかキャーっていうファーハーってよりもなんかほーってなんかすごい深い深くこうなんかほーこうなるんだっていう感情ですね今、うん、すごいな、写真集出せるってすごいですね。私の写真集は、それはもちろん出せるのであれ、出せますよって言われたんであればもうそれはもう嬉しいですよ。もちろん出したい気持ちはあるんですけど、でもまだまだ私の実力では足りないので、もうちょっと体も引き締めた時に出したいと思います。
もうその時はもう黄金に輝くボディになって、もうどんなポーズでも輝いた状態で写真集出せれたらいいですね。マッチョ、コジマッチョ。でもまだあの雑誌とかのやつにも出たことがないので、わかりませんどんな感じになるかわかりません。雑誌に出たことがない、ファッション雑誌とか、なんか そういうなんとかマガジンとかに出たことがないから、あのお化粧とかして衣装も用意してもらって、あのヘアセットもしてもらって、こんななんかパシャパシャみたいなされたことがないから、どんな感じになるのか、もう写真集とまで行くとどんな感じになるのかも全然わかんない。いつかそんな日が来るといいですね。でも多分さ、私はあのあれなんですよね、そういう雑誌とかなんかグラビアとかなんかそういう系の要因だと思われてないと思うんですよ多分。なんか私が結構お仕事で選ばれるのが結構あのおしゃべり系だったり、体を張って頑張る系だったり結構演技とか声とかの方が多いんですよ。であのそれをそのマネージャーさんと話した時に、確かに
確かに演技はすごくこうやりたいって言ってて、で声も結構自分で言うのもなんだけど声は本当に結構ね、自分でも自分の声が好きなんですよ。だから、まあ、これは大事にしていきたいし、だから確かにやりたいことで言ったらグラビアとか雑誌系とかは言ってきてないと思って、しかもそれに対してなんか自信も持ってないから、多分そっち側のメンバーだとは思われてないんだろうなって思うし、自分でもなんか掲載系モデル系ではないと思ってるから違うだろうなって思う。でもなんか適材適所であっていいと思うけどね。りねちゃんだったらグラビアとか、そのなんかマイキューさんとかあかりんさんとかだったらモデル系だとかファッション雑誌系とかで、結構バラエティ番組っていうか、こうコミュ力高めの側のコミュ力高めが求められてるお仕事とかだったら大木さんとかリコチとか、でも本当それは全然適材適所でいいと思ってるから、私もなんか無理にその今の自分と真逆の方向行くんじゃなくて、やっぱ得意な方とか、なんか自分がやりたいプラス得意な方で進むのは全然いいと思ってるから、まあちょっとモデル系グラビア系はまだちょっと先なのかなって思うけどね。お芝居が見たい。お芝居、演技はね、やってみたいですね、もっと。でも演じることに関しては結構買ってくださってて、だからそこを伸ばせたらいいなと思うんですけど、演技が下手って言われたことはないんだよね。結構いい演技をしてると思うよって言われたことは、お腹が鳴ったあるから、みたいですね。脚本あ、くしゃみ出る。
あ、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。ランキング読むぜ。13位、ムーミン夢ハート、あ、ム夢ミンムーミンさん、ありがとうございました。12位ソリオさん、ありがとうございました。11位クジマスさん、ありがとうございました。10位シロフクロウさん、ありがとうございました。9位アオチさん、ありがとう。8位ヒゲメガネさん、ありがとう。7位新一郎さん、ありがとう。6位慎吾さん、ありがとう。5位カタカナのタカさん、ありがとう。4位熱帯雨林さん、ありがとう。3位はガントチャートさん、ありがとう。2位ピクリンさん、ありがとう。そして1位は世紀末の人間さん、ありがとうございます。ちょっと昨日も確かタワーのをいただいてたと思うので、今日の分と含めてまたお礼はしたいと思います。ありがとう。では皆さん、今日も配信をご覧いただきありがとうございました。それではまた明日、お元気で。明日、あ、そうだ、明日テレ東音楽祭です。よろしくお願いします。